ちょっと身内も絡めての話ですけど、はい、宮沢明夫がちょっと亡くなったんで、そのことを最初にちょっと。はい。はい。劇作家演出家の宮沢明夫さんが亡くなりました。うん、こちら朝日新聞の記事ですが、日常乾いた視点で描写する静かな作風の劇作家演出家の宮沢明夫さんが12日、うっ血性心不全で亡くなりました。うん、65歳でした。うん、静岡県生まれ。多摩美術大学を中退後放送作家に、1985年にシティボーイズや竹中直人、伊藤聖子らとコント集団ラジカルガジベリビンバシステムを結成、作演出を手掛け、知的でシュールな笑いが注目されたとあります。私たちはあれだよね、まあ、コント自分たちで作ってて、お笑いスタさんに出て、その後こう宮沢なんかと出会って、あの舞台を繰り広げていくんだけど、宮沢明夫と、まあ、10年間やったかな、雑記作家みたいになってくれてね、演出も担当して、でその後三木聡っていうのが来て、三木聡で10年彼もあの作演出みたいなことをやってくれて、まあ、彼らがいなかったら、宮沢たちがいなかったら、今のなんかシティボーイズはもうないと、まあそのサブカルの方に徐々に、なんていうの、流れが行ったのもこの宮沢明夫が来て、まあ今日は鬼太郎が来た時にこの話はちょっとしようかなと思うけども、まあ一番衝撃的だったのは、当時宮沢が作ったのは、ラフォーレ原宿の8階に、8階の舞台に、砂を一面に引き詰めて、砂漠監視隊っていうコントっていうか。どうしよう、もう面白いよ。まあ5人の男たちが、何もない砂漠で、誰が来るかわからない、その砂漠を監視するっていう、無限のやることの何もない空間に5人の男が放り出されて、しかも誰も来ない砂漠を監視しなくちゃいけないっていう任務を置いてっていうので、舞台にね、ラフォーレ原宿の舞台に、8階まで砂を、何トン運んだかな、あれ。もう砂の上で、ずっとこう、コントをやってて、それを当時のサブカルの若者たちがたくさん見に来てくれたっていうね。まあそんな思い出が。まあ、鬼太郎と、まあ、このような話は、今日ちょっとするつもりだけど、誠に65歳で残念だなと思ってますね。続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日は鬼太郎教授と、本日は榎木戸さんにも、俺が宮沢の話をそうだなしたら、駆けつけてくれて、わざわざ聞くだけ聞きたいと思ったんだけど、俺が強引に一緒に追悼しようよ、見学のつもりだったんですけどね。いやー、がっかりだったな、宮さん。がっかりってどういう意味？もうショックっていう意味だよ。ショックっていう意味だろ、もうがっかりってお前。寂しいというか、年下の人が先行くっていうのは、それもショックだけど、60代でね、絶えずね、なんか知んないけど宮沢はね、俺すぐそばにずっといるっていう感覚だったんだよね、何かあればすぐ連絡できてっていうか、でも、大竹もちゃんとお家行って、お別れできたんでしょ。そう、俺はその日、みんなの行ける日に行けなくて。そうだよね。ラジオの前の時間にチラッとだけ、妹さんの小杖さんがね、来てくださって、どうぞって言われたんで。小杖泣き崩れてたらもう。もう目、ま、泣き弱ってたよ。もう目真っ赤だったね。だから小杖と話したんだけど。死んでみて初めてこんな偉大な兄貴だって分かったっていう。遅いって言うんだよ。いや、宮沢君ってね、俺自分で言うのもなんか才能に惚れるっていうのはね、他にもはいないぐらい、要は普通人間に惚れるじゃないね、
才能に惚れるっていう感じで付き合いだったよね、うん、俺もな宮沢と会った時もあの才能の前にはひれ伏すしかないなと思ったことがあったね、うん、あそう、うん、最初は30ぐらいでしょ、うん、2人そう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 だね、宮さんが20代前半ぐらい。そう。で、竹中さんの、うん、美大の、玉美の同級生だったんだよね。はい。そう。で、竹中さんが連れてきた、うん。そう。竹中が、俺たちのコントが面白くて一緒にやりたいみたいなことを言って、うん、あ、いいよ、みたいな話でやったら、そしたら一人連れてきたんだよ。この人もシティボーイズね、なんか見てますみたいな人。うん、それが宮沢で。うん、だから、それから、そう最初にじゃあ書いてみるって書いてもらったら、うん、その最初のコントが面白くても腰抜けちゃったぐらいに、うんうん、あ才能見つけたと思ったぐらいだもんね。最初は俺たちあの頃はジャンジャンで 三本立てをやったんだよね。猪木戸君はラジカルぐらいからだよね、うんうん、ラジカルその前があるの俺たちの、はい、宮沢君とはそのなんか大威張りの宮沢くんシリーズがね、はいはい、渋谷のジャンでジャンジャンで3本ぐらいやったね。その当時宮沢がね、うん、シャイで喋らなくてね、うん、えばらなくてね、うん、静かにしてるから、うん、大威張りの宮沢くんとこれ ふざけたタイトルつけて、うんうんうん、でそのタイトルつけた、うん、その後のハワイの宮沢くんっていうタイトルをつけたんだけど、ね、宮沢も笑ってるだけで、うんうんうん何にも来らなかった。で、宮沢をこう、もっと前に出したい、うん、出したいって思ったんだよね。あんまりに面白いから。うんうんうん、だからそういうタイトルで、うん、大威張りの宮沢くん、その頃全然威張ってなかったけど、後半は随分威張るようになったよね。っていうか、あれだね、なんかこう、まあ、10年間宮沢と一緒にやってたんだけど、うん、やっぱしあれだよね、まあ、宮沢の考えがどん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 進んでいく中で、うん、あどんどんアートっぽいことに、こう、うん、なんか頭の中が近づいていくわけね。うん、俺たちは、なんかちょっとこの、笑わせたい方にこだわっていく。うん、だから、ずっこけたりみたいなことをやるのを、宮沢は、なんでそこで、どういう意味でずっこけてるんですかってこう言われるわけよね。うん、で、鬼太郎はもう関係なく、怒られるの嫌だから、もうずっこけた後は楽屋に帰ってこなかったり、いろんなことして逃げてたりするんだけど、でも、あれ番組の冒頭でちょっと話したんだけど、うん、やっぱすごかったのは、砂漠監視隊っていうのが、うん、俺はものすごい記憶に残ってた。あれはもうほとんど最後の方だよね。そう。うん、まあでも砂漠監視隊も、うんまあ、これにはなんだっけ見た？もちろん。もちろんだよね。砂漠を監視してどうなるんでしょうか、うん、砂漠に何かあったら大変じゃないか。そうそうそう。やることがないんだよ。毎日毎日というコントだよね。ただいまより世界じゃんけん大会を開催します、ね、優勝ですなんてやったけど砂漠で何にもないから優勝ですって言った後その虚しくてしょうがなさがな。そうそう気持ちよかったな。あとね、なんか知的でしょ、うん、コントがバックギャモンでもやるかって暇だからね、うんうん、俺が言い出した、うん、あの砂漠でね、うんうんうん、じゃあどういうルールなんだ、やりましょうやりましょうって、うん、俺がルール知らないでただ言ってるだけっていうバックギャモン、うん、バックギャモンだあのベケットのあの五度を待ちながら五度待ちっていうのは五度を待ってるみんなが待ってるんだけど、うん、来ないわけじゃん、うん、来ないけどずっと待ってるっていう何も起こらない芝居っていう感じなわけじゃん、うんうん、で砂漠監視隊も、うんつまり何も起こらないわけですよね。何も起こらない。監視しても、監視しても、監視しても人もいないし。うん、だその状況の体のなんか微妙なところっていうのがね。いや、それ、しかもだからね、冒頭で話したけど、ラフォーレ原宿の8階に砂を、なんと運んだの、あれ。わかんないけど、舞台に砂を敷き詰めて。舞台の最後、エンディングのところで上から砂がさーっと。そこにライトが当たってね。それがエンディングなんだよね。毎日あの砂が埃立つんでね。もう水をかけたり大変だったんだけど。でも自分のやりたいようにやってるよね。うんうん、あの宮沢やってきたよね。自分のやりたいことを自由に。で、出会った頃ね、宮沢ね、舞台をやりたいって言ってたんだけど、
鈍調っていうね、うん、言葉、鈍調って幕のことね、うんうん。知らなかったね。それを知らなくて、鈍調って何、うんうんうん、で、そのぐらい何も知らないとこから、こう始めてるから、うんうん、要は既成概念にとらわれない面白いものがこう作れていったんだよね。上手も下手も知らなかった。何も知らなかった。そうか。うん。何も知らない。えのきどさんは何か思い出ある？いや、もうなんか、いや、僕がラジカルを見て、はい、まあそれはあの川勝正幸さんっていうエディターがいて、で一緒にあのつまりラジカルガジュベリーナシステムっていうのは演劇のユニットなんだけど、うん、一緒に音楽を作ってたり、うん、それからそういうなんか出版みたいなね、うん、あったりでクオリティを高めようと、うん、で僕もあのライターとして参加したんだけど、うん、途中からのそのパンフレットを売る人になってたりしてロビーで、うん、そうだったってなんかよくわかんないけど、うん、なんかその参加性があったんだよね、うん、そうほいでとにかくねやっぱあのシティボーイズは演劇出身で、うん、まあ割とちょっと演芸の香りもちょっとある感じじゃない、うん、お笑いの感じっていうのさ、うん、であの宮沢明夫さんはやっぱこの演劇人なんだけどちょっと違うんだよね、うん、でそこのねバランスみたいなものが、うんうん、あの世代がシティボーイズ上なのに、うん、すごく立ててて、うん、すごく面白かったあの、うん、お笑いの質としては考え方の提示、うん、こういう面白さってあるんじゃないかなっていうのを提示していくスタイルでしたよね、うん、そうそうそうあの大竹さんって何ですかって言ったら、うん、あれだよあの会議やるんだけどね、うん、あのすごくテーブルが大きいんですよって言うんで、うん、それでコント作るんだよねそうそうそう会議なんだけどいや当時大竹はね、うん、もうねちゃんとねちゃんと芝居してたんだよ、まあ、いやいや当たり前だけど宮沢の前で、うんで、大竹の怒りのおかしさもね、うん、宮沢がちゃんと分かって、うん、要はもうちゃんと怒って、お芝居してたんだよ、うん。それがおかしかったんだよ、要はね。僕、稽古、うん、稽古見に行ったことありますよ。うん、あの、みんなの、うん、中村ゆりさんとか、うん、伊藤聖子とか、うん、みんないて。いや、こんな真剣勝負なんだって。そうだよ。と思って、もうピーンと張ってて、もう見てると、もう気がつくともうなんか8時ぐらいになってたり、うん、時間の経つのが、だからもうその稽古場の燃焼感とかものすげえんだよね、うん。しょっちゅう、北郎さん寝ないでくださいって寝てないって考えてるんだって言っても、うん、寝てるように見えたんだね。寝てたんだ。寝てたんだね。え、練習中寝てたんですか？いやいや、考えてたんで、下向いて。うん、まあよくあの、俺たちは。寝ないでくださいって。舞台で稽古して、ファッともうほんのちょっと一段落するとすぐ宮沢のいる方に、まあ要するに、客席の方に来てすぐタバコ吸っちゃうんだよね。そう宮沢が、まだ早いでしょって言って、また舞台に戻されるみたいなね、うん。しかもなんかそれがな、お金に直結するような話じゃなかったんだよね。そうなんだよ。俺たちが初めて宮沢と一緒の頃だって、もうお金のことなんか何も考えてなかったね。儲からないしね。儲からないしね。ただ面白いことを作りたいって、それに対してね、宮沢がね、とりあえず真剣なのに驚いたよ。宮沢の。あんまりにも。宮沢の親父が大工さんなんだよ、うん、そうそうで大工さんが、うん、あの舞台でセットがいる、はい、セットでこんなんだっていうのがあってそれを宮沢が多分発注してたんだね金がないから、うん、ある日稽古場にこんなでっかいセットが静岡からトラックで届いたんだよいやあれには本当に驚いたな俺驚いて、うん、あれはね装置としては重たいよそうなんだけど本物を作っちゃった大工さんだからセットじゃないんだよ本物な本物の家みたいなのが来ちゃったでもあの時にもやっぱ宮沢の真剣の度合いがね、うん、親父を使ってお金がないから頼むよっていう、うんうんうんいいものを作りたいんだっていう、うん、その、真剣さは、それは、ミキもこの真剣だったけど、うん、ああいうこの、笑いなのにあんな真剣になるかっていうぐらいね。舞台に、客席から、客が一人フラフラフラって歩き始めたんだよ。舞台の上を。それを宮沢が袖から出てって。違うんだ。舞台の上じゃないんだ。うん、俺たちが並んでるシーンがあって、中を待ってて、
何回も見てる客だと思って、その客は俺たちの後ろに並んだんだよ。出てきて、乗ってきて。それを見て、だから、それ、だから、要するに客席から舞台に。参加したかった。参加しちゃったんだよ、一人。それが宮沢が突進してって、もう体当たりで排除したよな。あのエネルギーはすごかったなと思って、俺の作った、た舞台を何すんだこいつはと思ったんだろうね。そうだよ。うん、もう真剣なんだよ。だ真剣にやってる時に俺なんかトライアングルっていうのがあって、うん、そういうなんか思い出した。思い出したらトライアングル持ってみんなタンバリンとか持ってね。シーンって。楽器を持ってなんか更新するようなシーンが。トライアングルで更新しててさ。叩くところでトライアングルのトライアングルがないのよ。棒がなかった。棒がなかった。叩こうとして棒がなかった。忘れちゃった。こいつ人差し指で叩いた。ならなかった。ならねえよ。笑ったなー。あれどうしたの？棒なんか舞台の隙間に落としちゃった。どっかに落っことした。落っことしたんだよ。俺も叩くしんで棒がないんだよ。チーンって。それをなんか人差し指でやるしかないよ。俺らは団体で3人ぐらい楽隊見て3、4人で並んでて、そうで北野さんが、こう一緒に出て、指でトライアングル叩いてるからもうおかしいんだけど、もうどうしようもなかったな、そんなのばっかし。まあでもそういう真剣だったけど、うん、そういう遊びの部分はあったね、うん、あれもそうだよね。なんか佐伯が出てきて、誰だ今声出したやつは、こっちもやってるんだからっていうのは。そうだね。あれも宮沢だよね。うん、そう。あれの竹中。まあ説明難しいけどね。こっちで。ギャグなんだけど、笑わせた上でやるんじゃない。みんなで盛り上がってる時に、どん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 って言って、入ってきて、最初入ってきて、ドアから入ってきて、で、一回怒るんだよ。でうるさいよ。うるさいよ。怒ってまた行っちゃうんだけど、しばらくまたこっちでやると、また騒いでると、またドンって入ってきて、今騒いだの誰だって言うんだよね。そうするとみんなが竹中見るんだよ。と竹中が連れてかれちゃうんだよね。最近にあのコントはすごかったな。こっちで一つの、ね、あのギャグの、うん、シークエンスを作っておきながら、うん、その外で聞いていてうるさがってる人って、うん、近所の人っていう感じで佐伯さんを使うんだよね。うんうん、そう、だからドアを、うん、ドアが小道具っていうか、うん、大道具がありましたもんね。そうなんだけど、うん、あの佐伯のセリフでこっちもやってるんだよって言ってそうそうそう、もう一つ向こうに会議があって、うん、そこからこっちの会議を仕掛けに来るみたいなのがあってて、うんうん、それであのくらい佐伯がおかしかったの俺は見たことない。佐伯のバックにこっちもやってるんだからって言った佐伯のセリフの裏に向こう側の会議室の模様が手に取るように俺たちに見えたっていうか。普通ね、うん、佐伯じゃなくて出てきてうるさいよって言ったって笑わない、うん、誰も笑わないんだよ。あれなんであいつはそういうのうるさいよっていうね、まあ、だそれを佐伯にやらせた宮沢の目もすごいよね。あれ他の誰がやってもあれ絶対笑ってないんだよね、うん、だからシティボーイズそれぞれの個性っていうか面白さを分かってたよね、うんうんうん、そうだから当て書きだったから、うんうん、もうとってもやりやすかったよね、一緒にねオーストラリアも行ってね、うん、まあ、砂漠監視隊のところでね中野さんだけビデオ回して砂漠をそのビデオを作ったんだよ、うん、でその砂漠の遠くを歩いててカメラこっち側にあるんだけど案の定やっぱし北郎がずっこけるんだよ砂漠の真ん中でそうすると宮沢がずっこけないでください宮で中野さんがずっこけないでください北郎さんなんでずっこけちゃうんだろうっていうね、うん、いやいや面白いコントはいっぱいあるけどね、うんまあ、宮沢もまだサブカルだから知らない方がまだ大勢いると思うんだけど、うんうんうん、どんだけすごい人だったかっていうことをね今私たちがここにこうしていてくだらないことを喋ってられるのも、うん、宮沢がいなかったらもう絶対にありえない話だ、ありえない、だからあいつがいなかった爆笑問題の太田が、うん必要で全然つまんなかったんですよ、お笑いスターターの頃、うん。宮沢に会ってからですよ、シティボーイズは。はっきり言いやがって、うん。お前見てたのか、俺たちの前のコントって言ったけど、
いやつまんなかったですよとか言ってた。でもあれだよね、そりゃそうかもしれないけど10周は通ってるんだからね、うん、お前たち宮沢がいなくても、そうそうそう、はい、でもみんながそういうふうに思ってるよね、うん、宮沢がすごいって、まあ、まあね、助けられて今日までね、うん、謹んでご冥福を、そうだね、本当にね、うん、お祈りします、うん、長い間ありがとうございました。